皆さんこんにちは、だるま屋六代目です。ということで、無事、今日はもう4月の2日なんですが、3月末のね、25から28までの展示会無事終わりました。今回は、龍馬さんをねお呼びして、で上田紬特集で栗山工房さんの帯と合わせてね紹介して、で真壁さんの、カラー診断と合わせてやるという企画でございました。はい、ご来店いただいた方ありがとうございました。で、龍馬さんとはね、初めて、リアルでお会いしたんですけど、まあ、僕としてはね結構予想通りの人柄というか、な感じでしたね。はい、どんな感じだったかな。土曜日10時半ぐらいにお店に来られて、でああやっと会いましたねみたいな感じでお話しして、でね土曜日の夜、まあ、ご飯食べ行って、でね、まあ、軽く酔っ払った状態でライブ配信やったんですけど、まあ、ライブ配信もね、見ていただいた方からねかなり好評で、まあ、市松さんをネタにしていじらせていただきましたが、まあ、一応ねこの場を借りて言っときますけど、市松さんにねこう修理っぽいことをやってましたが、まあ前もって下打ちしてたわけじゃ、下打ち合わせしてたわけじゃないですけど、まあ、その場のノリでねこうやって、まあ後でね市松さんに、まあ、本当に買うかどうかっていうのはねこう LINE でやり取りするっていう感じだったんで、まああのね強引に決めて強引に売ったっていうのは、まあ、半分ネタなんでね、まあ、市松さんも、まあ、その点分かっていて、まあ、でも、何点かねお買い求めいただいて、まあ、僕がね選んで入れたのもあるんですけれども、まあ、福袋的にお送りしたということになっております。はい、で、まあ、で次の日朝から8時半ぐらいからですね着物警察の撮影して、で着物警察ねもう僕が出演してる、回はですね、公開されてますので、YouTube のね、まあ、この動画の概要欄にも貼っておきますが、龍馬さんの方で、着物警察僕が出演しているバージョンと、メイキングもね昨日公開されてたんでね、まあ、そちらも、本編見た後に見ていただくと、笑えるかなと思っております。はい、で、上田紬どうですかね、客数的には、まあ、それほど多くはなかったんですけれども、まあまあ結構ね、お買い求めいただきまして、まあ、龍馬さんとも、まあ、よかったねって感じで終われました。はい、ということで、展示会無事終わりましたというご報告でした。はい、で4月はね、感謝祭ありますので、まあ、来週からにしようかなと思ってますが、また感謝祭の時に動画をアップしようと思っております。ということで、展示会ご来店いただいた方、 YouTube ご覧いただいた方ありがとうございました。着物警察の方もお楽しみください。ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。だるま屋では、着物の丸洗い染み抜きをはじめ、仕立て直しや染め直しなど、いつでもご相談に応じております。 LINE やお電話でお気軽にご相談ください。 LINE の友達追加の URL は本動画の詳細ページもしくはコメント欄に記載してあります。また本チャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。コメントも、見たよとかね、面白かったですとかね、そういうコメントいただけると励みになりますのでよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。